チーズバーガーを頼んだのは私だ。いいえ、私です。お父さんはエビバーガーっておっしゃいました。間違いあります。んーにゃ、わしは確かにチーズバーガーと言ったぞ。母さん、あんたの記憶はチーズバーガーだけにとろーり溶けちまったんじゃないのかね。ごまかされます。お父さんは 100% エビバーガーです。だったら、だとしてもだ、いい加減母さん折れたらどうだ。あなたこそ、あなたこそ、エビの腰みたくキュッと折れたらどうかしら。わしこそチーズバーガーじゃ。なんですと？すごいですよね。それが…それが他人じゃないんです。あ、いや、気にしないでください。こっちの話ですから。優しいんですね。チャラチャラチャ、チャラチャラチャ。チャラチャラチャ、チャラチャラチャ。Oh, my God.
ハンバーガー一つで観客100人を超えるほどの計画は、呆れているもドンとピュー。恥ずかしい。私がこんな言葉をユウたちにプレゼントしますわ。ドイツの首都ハンの命令を、決してすなわちいかなる羅針盤も航路が発見されることがないあれから、羅針盤は何かしら。たかがチーズバーガーかエビバーガーか、そんな小さな嵐でそんなかしら。そんなことじゃいつまでたっても人生の港なんて見えないんでなくって。確かにおっさんとんび、この大騒ぎ不条一生の不覚。かくなる上は、かくなる上は、母さんがチーズバーガーを食べなさい。
丈夫ですか？いきなりこんな光景に遭遇したら誰でもびっくりしますよね。本当に失礼しました。気をつけていただかないとですね。
私の分も頼んどいて。わかりましたわ。ご注文いいかしら。どれ？大丈夫ですか？さっきから見てるとマジかよって顔を3回も4回もしてましたから。どうした彼、何をそんなに慌てとるんだ。あ、お父さん。まあ、カレンちゃん、素敵な人連れて。この方はどなた？やめてよ、たまたまここで会った人。あら、なんでした。それは、それは、それは本当に、本当に、本当に恥ずかしいところをお見せしました。ああ、いや、お恥ずかしい。こう見えても私たち夫婦漫才を生業としておりまして。売れてないわね、はっきり言って。少年、あぶみさん、初対面の方に少年とは、度重なる領空侵犯並みに失礼です。だって少年じゃないの。あーさ、ってことは、私と苗の二個下か。ほら、少年じゃない。はあ。って、そんなことはどうでもよくて。少年、今、売れてるんですかって聞いたわよね。藤尾さん、ひろこさん、この少年が、お二人売れてるんですかです。売れてるんですか？だと？
母さん、ビシッと言ってやれ。私たち、夫婦漫才組子、四国で活動組子、稼ぎは毎月5万円、ああ、人気者、人気者、大崎組子。母さんの歌う大崎プーピー子のテーマ、いつ聴いても最高だな。嫌ですよ、お父さん。そういうわけで少年、我々は偶然絶後の人気者だ。人気者だ。ね、触れてないでしょ。何を？お父さんとお母さんは売れてなくてもいいんです。私とお姉ちゃんにとっては世界で一番の漫才師なんですから。なんと素晴らしいお言葉。人類初の月面着陸の感動を超える勢いで胸を打たれました。榊高杉、感動でございます。榊、無駄に大きな感動癖直した方がいいんじゃないと。はっ、その言葉も古代エジプトの壁画並みに胸に刻ませていただきます。だけんそれもうよか。とにかく君の質問に答えるなら、あの二人は売れない漫才師。あれだったら君が売ってあげたらいいんじゃない。冗談冗談、許しておくれにゃりにゃり。アブミさん、西表山猫娘は卒業したはずです。だってこれ楽しいにゃり。アブミさん、なえチーズバーガーまだにゃりんか。はーい、もうしばしお待ちにゃりによ。わかったにゃり。アブミさん、ご自分はトップアイドルだという自覚を現代の金利並みにはお持ちください。ほっといてくれにゃりん。もう私男榊、怒り爆発寸前でございます。にゃりんにゃりん。姉ですが、そうですよね、さすがに気になりますよね。ちょっと待っててください。お姉ちゃん。なーに、私今行列で手が離せなくてよ。仕方ないわね。いざおさばきー。
チャラチャラチャ。空に青、人に青、初対面は自己紹介、おさばきゲット。初めまして、オンリーユー。私、聖はおさば、名はピーナというのはアメリカですよ。とにかく、おさばピーナと申します。
写真も撮れたし、変身解除。